原作の弱さを払拭しなきゃデブです。いや本当にこいつ原作の弱さをさ、こんなところで払拭しちゃうといてほしいわ。強いんだもん。さあこの紙 BGM を載せてるんですけど、エイトの仲間たちを引き連れて、いざ勇者がいるか、大丈夫か、勇者よ大丈夫か、君は勇者が若干死ぬのではないかというね、気の しないと。あとキラーソートとかいうよくわからない技があるんですよ。亡霊剣士は勇者と組むことで第三の技を発せるんですけど、その技がちょっとなんだか嫌で浮かんしかしません。いけ龍神王の剣、せーの、エイトパーティー行ってこい。そう、龍神王の剣も持ってるしね。キラーソード行ってこい、クラーク、お前の見せてやる。行くぜ、皆殺しの剣、いざ。はぁ、弱っ。もうちょっと強くなってもいいんじゃない、もうちょっと強くてもいいんじゃない、もうちょっと強くてもいいんじゃない。うわぁ、ちょっと待って。今から勇者が消し飛ぼうと思います。今から勇者が消しております。よろしくお願いします。やめて、うわぁ。これちょっと待って、成立するのか。さあ黄金のオーラ、ゴールドン行ってこい。行くぜ黄金のオーラ、かっこいい、ロケットパンチ。かっこいいけど、もうかっこいいけどさ、かっこいいけどどうすんのこれ。かなり不利なパーティーを組んでいるのではないかと今私思っております。行くぜ風流剣、せーの、おら、うーん、打点は出るね、打点は出てるけど耐久足んなさすぎだわ。サンダーボルトだ、クラーク、守備力お前下げてる場合じゃないわ、ふざけてる場合じゃないぞお前、ふざけてる場合じゃないお前。おい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 、大丈夫かこれ、おいおいおい、大丈夫か、大丈夫か、ねえ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 、避けろ避けろ、はいはいはい、クラーク、ナイス18パーズグ、回避率18カードズ、ナイスぐらいだ。オッケー、お前が言う、お前らが希望くれた、答えるよそれ、答える、任せろ任せろ。待ちしかねえな。9、8、7、あ、よし、なんとかなんとか持ってた、なんとか持ってた、なんとかここに持ってた、ならいけるだろ。よっしゃー、よし、危ねえ、アドリブすぎでしょ今の、今のつばぜれはアドリブ。オッケー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 、いけるぞいける、あー、ふざけてる場合じゃないぞお前。とりあえず4ターン目、4ターン目、4ターン目はドルボーアか暗黒の魂じゃなかったか。4ターン目はね、ワンチャンまだ耐える、まだとど、まだ待っていいかな、SP まだ待っていいと思う。次ドルボーが来てもまだ耐えると思う。で4ターン目暗黒の魂がちょっと負け筋にはなるんで、その暗黒の魂を見てからでもいいと思う。いくぜ黄金のオーラ、いっけー、こたゴールドもやるね。さあイテハはないから勇気は貯めちゃっていいよ、ここでた、とりあえずここで当てれば勝ちや。アイス、オッケー、よく勝てた、はい、よいしょ、オッケー、よし、いったかな、これはいった。ドルモアでさっきクレイが1100だったから多分耐えます。オッケー、クラークが避けなかったら負けてたぞお前。クラークよく頑張った、クラークお前やっぱ信用に値するわ。さすがバトルロードで活躍しただけあるわ、ドランゴンに取られたけど。よし、お前いちいち守備力下がんな。よっしゃー。テンションめっちゃたまりそう。エイトパーティーよく頑張ったね。正直これはもうミスチョイスだ、どう見てもパーティーが。いやでもこういうので勝つのが醍醐味だよね。鬼門です、鬼門だと思ってます、正直ここは。弱点少ない、火力高い、そこそこ避ける状態異常ある。まあ白目の時はまだ状態異常少ないんですけど、まだね状態異常少ない方なんだけど、こいつ鬼門だな。いや、いい BGM だな、決戦の時ね、いい BGM だなこれ。賛否両論あったゲームであるんですけど、
いや、比較的個人的にはね、好きです、これ。スルメとか言われてますけどね。さあ、スルメ大魔王行って行くぞ。さあ、この勇者パーティーで挑んでいきます。ただ、こいつ火力高いからな。こちらも火力で行くぜ。行くぜ。天かける竜の剣技。いざ、はい、はい、いいよ。そう、赤目にならないと、赤目だったらやばいんだよな。赤目の場合、こいつ打撃耐性つくんで削りにくくなるんですけど、白目はまだないからな。まだ優しい。火力はやばいけど、ウルトン頼むぜ。いくぜ、超絶乱舞。よし、しっかり当てれば大丈夫だよ。でリザーブ、お前はデインを落としてけ。大丈夫だ。とりあえずこれでね、270ぐらい出ると思う。リザーブいってこい。はい、よいしょ。270 OK。 いや、本当にダメージ感覚知ってんな俺。これ怖いな。状態異常が本当に満載だかんね。さあ、怪しい瞳。さあ、これちょっと怖いな。眠るなよ。リザーブ寝る。仕方ないか。まあ、一体なら全然大丈夫よ。一体なら大丈夫だよ。次は凍える吹雪か、打天使の怒り。まあでもウルトンが経験してくれると思うけど、リザーブがやばいか。リザーブ、うおいおいおい、リザーブ。まあまあ、こんなもんか。オッケーオッケー、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。雨かける竜の剣技。よし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 。次のターン、とりあえずつばぜり合いで、なんとかしよう。ただね、4ターン目やばいなーこれ。4ターン目マダンテあるよな、確か。怖いのは、マダンテなんですよ。そうすると4ターン目の。本当にあれ火力高いんで、それさえなんとか、しのげれば勝てるか。おっと、リザーブ行くか。せーの、はい、よいしょ。行くしかねえぞ。とりあえず HP はもう圏内行ってるから、9、8。これはまさかミルドアスの時に同じような攻撃が。いや、乗り換える。乗り越えた。はあ、怖い怖い。とりあえず連打でなんとかしてるかあんな。正直さ、つばぜれが下手くそ、ずーっと下手くそな割にはさ、連打でなんとかしてる感がありますね、ちょっと。連打でなんとかしてるのはもうご利用しだもんな。いやー、もはや動画内で、え、あれ天使は、え、天使は、え、天使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 ない、天使ない。このロム天使がない。今パニックだったかどうか分かんなかったんですけど、見えなかったんですけど、僕、私ちょっと見えなかったんですけど、このロムまさか天使の歌がないのか。ナイス、ここで取り返した。なんとか勇気取り返したよ。今の回心マジでナイス。自分の今ね、コマンドミスがあったんで、完全に勇気ミスしちゃったけど、さあ多分ルビスは明日、あ、耐える。あ、それ耐えるよ。ウルトン、ウルトン、いい。いや、ウルトン、今それしなくても。いや、あの、ウルトン、ウルトン、違う。ウルトン、違うよ、ウルトン。違うよ、ウルトン。それは違うって言ってあげなくちゃいけないと思うんだ、俺。いいよ、ウルトン。ウルトン、まあいいよ、まあいいよ、ウルトン。勝ったから。お前、もうちょっと違うところ避けてくんねえか、ウルトン。エルギオスの出たと同時に実装された800分の1カード、ラビエル参上。このラビエルをね、引こうとしてね、多くの、かつて、多くの男性がこのラビエルの800分の1を引こうとね、奮闘しておりました。1枚は使用用。1枚はベッド用。そして1枚は鑑賞用。エンジェルアロー。まあ仕方ないわな。全国の男性たちがこのカードにちなむ子になってたもんな。よっしゃー、おー、負けなしだー、負けなしだわ。声震えてんな。忘れてました、エスタがありましたわ。なんかこいつ嫌でも、ちょっと待って、過去に嫌な思い出あるんだけど、こいつ。なんかこいつなんかさ、上から線なるやつ出してくる。
不安になってくるのはちょっと耐久力ですかね。エスタークって白目でもね、火力はまあある方なんですよ。あの、二人プレイのレジェンド魔王で使うとくっそ弱いんですけど、敵としてバースト、まあ強いこと強いことと。はい。HP はね、白目のバイク5100。ね。なんでまあ、そこそこにまあ削りやすい相手ではあるんですよ。で、過去になんだったらサソリバチで削った覚えしますもん。僕確かね、これ初回にやった時、こいつをサソリバチで倒した覚えなんですよ。なので、こいつのことをサソリバチに負けた魔王だと思ってます。おっと、シャトルクでもこんなもん？ほとんどの攻撃に強いのがまずいんだよな。唯一の弱点はこの雷属性の攻撃呪文なんで、とりあえずこれで320ぐらい、うん、302か。リザーブ、お前もうちょっと賢いと思ってたわ。うわー、竜巻から入ってきて、瞑想からよかったな。ちょっと避けてほしいところです。避けよう！いや、全員食らってくんかい！いやいや、厳しいな。さあ、桐崎くんが全員落としていきます。リザーブとは違うとこ見せてやれ。はい、よいしょ！お前も同じようなもんかい。ここです。3ターン目にする必要ないです、こいつ、忘れ合い。あ、やべ。やべ、動揺した。やべ、動揺した。やべ、勝つしかねえぞ。動揺した。おい、黄色すら見れないのか？俺は黄色すら見えなかったのか？あぶねえ！はぁ、ごわ。で、話の続きになるんですけど、あの、おーい！桐崎くん、桐崎エイジ、ちょっとちょっと君、あの、3ターン目っていうのは、このエスタークの白目の場合、攻撃しません。はい。こいつ、3ターン目攻撃しないんですよ。白目エスタークって、一人プレイの時。あの、瞑想解決カードの2択になってくれるんですよ。はい。それがありまして、3ターン目で仕掛ける必要はないんですよ。で、4ターン目はドルモア解決カード。そう、4ターン目もね、呪文なんで、そんなに食らわないんじゃないかな。そう、1、2が一番攻撃激しいタイプなんですよ。序盤一気に吹っかけて、ちょっと中盤ちょっとぬるくなります。フルブレイクも出るな、やっぱり。それをついて2ターン目にさせていただきました。よく勝ったなと思うんですけどね。はい、よいしょ！よし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 。さあ、3ターン目は攻撃しないから、しないね。よし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 。大丈夫大丈夫。で、次のターンも、次のターンも一応ね、凍てつカード打つんだよな、こいつ。3、4ともに、凍てつカードを打つ可能性がある。で、4ターン目は凍てつカードがドルモアのタクです。まあでも大丈夫やと思うけど、ドルモアならね、魔法使いパーティーはそんなに賢さえ乗り切れるとは思うんで、怖いのは、なんだろう、ここで怖いのは。おお、撃つねめっちゃ相手つくん波動撃つね。多分、でもこれは勝ったと思うよ。2体で勇気貯めるだけだからね。うん、大丈夫、勝った。キサキ行ってこい。はい。このデインのモーション好きだわ。この2体ともデインのモーションがかっこいいんすよ。このデインのモーションかっこいいんですよ。あー、よいしょ。よし、勝ったー。スペシャルカードなしか。いざ買ってみるとね、まあ、こんなもんかと思っちゃいますね。白目制覇。よし、白目制覇した。あー、白目制覇したなー。された地獄の帝王を止めに、ライアンやってきました。よろしくお願いします。まあ原作では確かにエスタークと戦うんすけどね、まあ一応は。僕確かにね、エスタークと戦う時ライアン入れてました。ライアン、トルネコ、ブライ、主人公っていうチームでしたね。はい。まあ、見事におじさんばっかりね、スタークよく倒したなと思ってますよ。この、もう、アリーナとか使わなかったもんな。クリフトとかミニアとか。ライアン、ブライ、トルネコ。これでスターク倒したから。うん。お前も結構バカにされるな。お疲れ。